うほーい、全世界が待ちに待ってる期待のタイトル。それが完全アニメなオープンワールド RPG、原神インパクトだ。ついにプレステを含む最終イベントが実施されたぞ。もう正式リリースの足音も聞こえてきた。ということで早速遊んでみますぞーい。原神インパクトは次世代のアニメ化技術を盛り込んだ、崩壊サードで有名なミホヨの新しいオープンワールドゲーム。よく MMO と勘違いされてるけど基本はソロで、マルチはボーダーランズみたいに人のワールドに入る感じ。パソコンやスマホのみならずプレステとスイッチでもリリースされますぞ。さらにはクロスセーブとクロスプレイに対応予定とのことでした。これで様々なデバイスで原神インパクトを楽しむことができますね。肝心のストーリーをおふざけなしで説明すると、異世界より別の世界に来た兄弟が、そこの神様的な存在にぶっ飛ばされて、そして冒険の舞台のテワット大陸に降り立って、そこで釣り上げた最高の相棒のパイモンと一緒に、生き別れた兄弟を探す内容になりますぞ。今回は妹さんを主人公に遊んでいるけど、最初の舞台は風の都のモンド。このモンドで守り神の風魔竜が暴走して、モンドの街は大パニックになるんだ。そして竜巻で街が崩壊すると思いきや、なぜか妹さんは不思議な力に目覚めてその竜を追い払うことができたんだ。そしてそれが功績となって妹さんはモンドの騎士団に加入する。その後に風魔竜の暴走を止めるのが前回の動画でした。今回は前回のストーリーの続きと、あとは前回説明しきれなかった部分を中心に実況していきますぞ。あいつ、ドラゴンと話してる。おー、封鎖にあってますねー。ちょっと待ったイワンコフ、これから前回からの最大の変更点が訪れるんだよ。なんですとー。私はセピロス騎士団の偵察騎士、アンバーよ。そう。完全に日本語音声に対応したんだ。うわーい、ほんとだー。調べたけどやばいくらいの豪華声優揃いだぞ。これは相当にお金をかけて作られていますね。もちろんマスコットのパイモンも喋りますぞ。全然違う、マスコット以下じゃないか。今回も非常食を選ぶとかさすがですね。この後も結構非常食な選択肢が出てきましたぞ。君たちも冒険者なの？主要キャラからモブキャラまで、ほとんどの人に声が割り当てられててビビったよ。それはすごいですね。でもまだ前半しか声の割り当てが終わってないみたい。それでも製品版には全部のキャラに声がつくでしょう。それでは前回の動画で説明しきれていなかった要素のご紹介。まずは冒険者ギルドだね。このゲーム、普通の経験値以外にも冒険経験値ってのがあって、それが貯まると冒険ランクが上がるんだ。ランクが上がれば様々な報酬がもらえますぞ。そして冒険ランクで受注できるメインやサブのクエストが決まってくるので、冒険ランクはこのゲームではかなり重要。冒険経験値はクエストや討伐や宝箱で増えるんだけど、一番経験値的に美味しいのはデイリークエスト。だからデイリークエストを扱う冒険者ギルドにはかなりお世話になりますぞ。でもイワンコフは妹さんがアンバーを身代わりにしたことを見逃しませんよ。やべえバレた。このゲームでは回復アイテムは料理です。さあ体力の減ったアンバーに料理を食わせて回復させましょう。こらー、満腹のアンバーにこれ以上食わせるなー。ちなみに満腹システムってのがあって、満腹になるとしばらく料理で回復できないんだ。それじゃあ話に戻りましょう。最初のモンドの街のキーマン、それがこの男の子、ウェンティ君ですぞ。そういえばこの子は風の神様なんですよね。うん。どうやらアビス教団ってやつに友達の風魔竜をおかしくされて、そして妹さんと一緒に風魔竜を沈める方法を探すんだね。さらに同時期にヒルチャールってやつらが暴れ出したんだ。こいつらは知能が低く統率の取れた行動はしないんだけど、最近急に組織だった動きを見せるようになって、モンド以外の国も対応に困っているみたいだね。どうやらアビス教団に殿下って呼ばれるやつが現れて、そしてそいつが教団を動かしている雰囲気でした。これは意味深な映像を持ってきましたね。この後ろ姿はどっかで見たことがありますな。原神の世界には様々な国があるけど、一応は国同士が仲良しな平和な世界みたいだね。でも水面下では国同士の暗躍がはびこっているんだ。そしてこいつらはファジューって組織の奴ら、氷の神を祀る国の奴らで、早く竜の暴走を止めろとモンドに外交圧力をかけているんだね。こらー、団長の陣さんをいじめるなー。こいつらはかなりきな臭い奴らですぞ。それじゃあモンド編のボスの風魔竜を倒しましょう。前回のベータから進化して強くって項目が追加されていたよ。これで難易度を変えて何回もボス戦を楽しめますね。あと前回のベータと比較してボスが強くなったね。前は風魔竜はクソ雑魚なめくじで速攻倒せましたからね。少し硬くなって攻撃パターンが増えていましたな。
でもここはレジェンドキャラのウェンティが使える貴重なパート。これすごく強い風属性の弓キャラらしいんだ。まあ神様ですからね。さあ勇士ばきの時間だぜ。でもウェンティはここで転んで死ぬのでした。意外と神様はしょぼかったですね。もちろん最後は妹さんの活躍だ。動けない竜をしばき倒しておとなしくさせたのです。結局暴力で解決するじゃんかよ。暴力で解決しようが仲直り、それが原神の優しい世界と。ここまでが前回の動画のストーリーで前振りになるのでした。やっぱり今回もクソ長前振りだった。そしてここからが新しく追加されたパート。風魔竜がおとなしくなってモンドに平和が訪れたと思いきや、実は夜な夜なヒルチャールがモンドを襲うようになったんだ。だから街の入り口にバリケードが設置されているのですね。そしてここで重要なお知らせ。冒険ランクが上がったので敵が強くなりましたぞ。ランクと連動して敵が強くなるシステムか。これはもっと仲間を増やす必要がありますな。そう、仲間を増やすためにガチャをするんだ。これ前回の動画で紹介してかなりコメントをもらった部分ですよね。今回はもう少し詳しく説明してみますぞ。今のところガチャは2種類あって、1つがピックアップって言われてるやつで、こっちは特定のキャラや武器の出現率が上がってるもの。もう1つが通常のやつで、こっちはレジェンド含め全てのキャラや武器が出るやつだね。ソシャゲ用語で闇鍋って言われてるやつですよね。ガチャの通貨は原石って言われるインゲームマネーで、これはクエスト報酬や冒険ランク報酬、あと宝箱を開けたらもらえましたな。この部分に課金要素が入りそうですよね。まだ詳しい収益化方法は公表されてないけど、そんな感じはしますな。そしてこれが今回のファイナルベータでの確率でした。自分はソシャゲっぽいゲームをするのはこれが初めてなので、この確率が良いか悪いかはよくわからない。ソシャゲガチ勢の意見を知りたいですぞ。今回のベータは無課金で遊べる部分のテストぽかったけど、1週間でキャラはここまで揃いました。正直エピックならどのキャラも武器も育てれば普通に強い。無課金でクリアできないことはなさそうですね。あとエピック武器なら実は鍛冶屋で作れる。フィールドに鉱石が落ちているので、それとボスからドロップする素材で作ることができるんだ。このシステムは無課金にはありがたいですね。個人的に無課金できついと思ったのがキャラの育成。このゲーム、装備もキャラも強化しないと使い物にならない。だから無課金だと強化アイテムが足らなくなる。おそらく無課金だと 5,6 体のキャラを育てるのが限度でしょう。属性別にキャラを育てれば無課金でも攻略できそうです。同じ属性のキャラが被ったら弱い方は使われないなと思いきや、なんか新しい仕様が追加されていた。メンバーに同じ属性のキャラが複数いるとその属性が強化されるんだ。これでガイア君も有効活用できますな。こらー、ガイアさんはいらない子じゃないぞー。あとバトルパスっぽいのが追加されていたよ。ここにも有料版と無料版がある感じでした。もちろん有料版の方が報酬は美味しかったですぞ。強化アイテムもガチャ通貨も有料版の方が多くもらえる感じでした。そしてこれがショップだね。原神の世界ではここで人身売買をしたり、あとは装備やキャラの強化アイテムが売っていました。これらの強化アイテムは普通にゲームを進めていけば入手できるけど、おそらく課金で買うこともできるような気がします。かなり課金要素は豊富なのですね。ここまでしないと元が取れないんじゃないかな。これ600人体制で作ってるって聞いたよ。それにこのゲームのメインターゲットの中国市場は有料ゲームがあまり売れないらしいね。だから無料ゲーにして富豪に支えてもらうのが一般的って聞いたよ。ゲーム業界もマネタイズに苦労しているのですね。それじゃあ引き当てた新キャラの性能を見てみるか。可愛い男の子のゆくあきくんと長雲くんですぞ。ゆくあきくんは水属性のキャラで、スキルで敵を濡らして自分に水バリアを張るんだ。そして長雲くんは氷キャラ、スキルで範囲の氷攻撃をして濡れてる相手を凍らせることができる。これで討伐対象の敵もはめ殺すことができますぞ。ちょっと水と氷の相性が良すぎませんかね。確かにクソ強い構成だけど、おそらく最後は氷の国になりそうなので、氷属性の敵には氷結が無効になるんで最後は活躍できないかもね。よく考えられていますね。ちなみに水は雷とも相性が良いのです。水と雷が触れると感電効果が生まれて攻撃力がアップ。そしてゆくあきくんのアルティメットは水の刃を一定時間発射する技。これはキャラを切り替えても保持されるので、雷属性のリサさんに切り替えてヤバい波状攻撃ができるんだ。こういう組み合わせを考えるのがこのゲームで相当に面白い部分なのです。ボスが瞬殺だと。うわーん、これは妹さんがいらない子になるよー。
いや妹さんも相当に使えるぞ。ああ、あの海を渡って島に行きたいと思ったとき、趙雲くんの氷のスキルで海を凍らせて渡りましょう。けどそれだけだと氷は溶けるので、育てた妹さんの風の斬撃で氷を広げるんだ。趙雲くんのスキルは一定範囲に氷の属性を付与する技なので、切り替えた妹さんの風の斬撃にも氷属性が付与されて、こんな感じに海を渡ることができるんだね。ちなみにあの島には隠しボスとレアな宝箱がありました。それはすごい作り込みだやべえ。アビス教団がヒルチャールを引き連れて夜の門戸を奇襲してきやがった。だがこっちには秘密兵器がいるんだよ。そう、酒場のオーナーのディルック様ですぞ。ディルック様は門戸で最大のワイナリーを持つ富豪キャラ。それはお近づきになりたい最高の人じゃないですか。畜生、お前は酒と金目当てだろ。なんですとー。でも動画を見てもわかる通り、ヤバいくらいの戦闘力を誇る炎属性の戦士なんだ。さあ奇襲を仕掛けてきたヒルチャールをぶっ飛ばせ。もちろんアビス教団の魔術師も襲ってくるぞ。だがディルック様は元騎士団の重役だ。そんなものは聞かないと奥義を繰り出すんだよ。その奥義に魔術師は一戦。こうして夜の奇襲イベントが始まったのです。さあ戦いが始まった。ここはレジェンド枠のディルック様が使える貴重なパート。マジでディルック様は強い。スキルで炎属性の攻撃を出せるけど、クールタイムなしで3回まで出せるんだ。一瞬で雑魚敵が散っていきましたね。そしてこれが魔術師タイプの敵キャラ。こいつらは属性バリアを張っているので、弱点の属性で攻撃して剥がす必要があるんだね。氷の魔術師なので炎に弱い感じですね。うん、意外と近接スキルを出せる炎キャラは少ないので、ディルック様はマジで貴重な枠なんだ。でも敵が炎属性の敵を召喚しましたよ。おっとこれはまずいな。アンチの氷属性に切り替えるんだ。原神はこうやって状況に合わせて操作キャラを切り替えるゲーム。そしてキャラを切り替えてコンボを決めていくんだね。まずは氷結コンボで敵を倒して、敵が固まっていたのでアルティメットの発動だ。何それかっこいい。そしてディルック様に戻して雑魚を撃破。あとは魔術師だけだな。こいつちゃっかりバリアを発動していたのでスキルで壊すんだ。おらー、さあ気絶させたぞ。ここでアルティメットの発動だ。マジでこれかっこいいぞ。ああ、ディルック様が欲しい。ソシャゲガチ勢の人が言っていた格言がある。ガチャは出るか出ないかの2パターンなので実質的な確率は 50% だと。もうこれは出るまで回すしかありませんな。こらー、お前目を覚ませー。そんなわけで残りの敵は魔術師ただ一人。ディルック様の波状攻撃でとどめを刺してこれを撃破。おらー。こうして夜の奇襲は失敗に終わり、今日もモンドの平和を取り戻すことができたのでした。ディルック様の店に戻るとそこには騎士団のガイア君がいました。どうやらディルック様は騎士団と確執があるっぽい。こういうエピソードはサブクエストで明かされていくんだね。ほんとキャラの魅力がすごいゲームですよね。アビス教団の攻撃も激しくなって、騎士団は各地に散らばってるメンバーを呼び戻すことになった。そしてどうやらモンド最強の戦士が騎士団に戻ってきたらしいぞ。こうして自称最強を歌っている妹さんは、嫉妬心に駆られて騎士団に様子を見に行くのでした。ヤジ馬根性がすごいですね。そして威風堂々と騎士団の本部に入る妹さんに、謎の生物が悪質タックルを決めてきたんだよ。だがよく見るとそれは幼女だった。大丈夫と駆け寄る妹とパイモン。この子の名前はクレイちゃん。どうやら一大事なことが起きて騎士団に来たらしい。アビス教団に宝物を盗まれてしまったとのこと。こんな幼女の宝物を盗むとかろくでもない教団ですね。けど団長のジンさんはものすごい忙しい人だからね。こんな子供の依頼で時間を潰させるわけにはいかないぞ。こうして妹さんはクレイちゃんの宝物を取り返しに、アビス教団が潜伏してる洞窟へと行くのでした。どうやらこの辺にアビス教団のアジトの一つがあるらしいけど、奴らも幻覚魔法で入り口を隠しているね。けどあの灯籠が怪しいぞ。アンバーに切り替えて炎の矢で灯すんだ。うん、どうやら大正解みたいだね。こうやってフィールドのギミックを解いていくのは楽しそうですー。でもクレイちゃんはなんか震えているよね。子供だからきっと怖いんですよ。それじゃあアンバーを外して鬼火力のリサ先生に手伝ってもらおうか。こらー、アンバーにも活躍の場を用意してやれー。こうして始まったダンジョンパート。ここではキャラを編成して挑むんだよ。ってあれ、クレイちゃんが操作キャラになってるぞ。それも炎属性で爆弾を投げつけているぞ。それただのやべえ幼女じゃんかよー。それじゃあクレイちゃんの性能を見てみようか。やばいぞこいつ、リサ先生を超える鬼火力だぞ。そしてスキルで範囲型の地雷を設置しやがった。これ今まで使ったキャラでダントツのぶっ壊れかも。もう無邪気に破壊活動を楽しんでいるぞ。さっき震えていたのは武者震いだったのですね。普通にやべえ幼女ですな。
クレイちゃんは通常攻撃も炎属性なのがやばい。敵に放火してから、妹さんの竜巻を出してやるんだ。これで火炎竜巻で一網打尽ですな。コンボにも使えるキャラなのかー。おっとヒルチャールの奴らが待ち構えているぞ。じゃあここでクレイちゃんのアルティメットを発動だ。何かを召喚しだしたぞ。てこれファンネルじゃないか。自動で攻撃するヤバい兵器を取り出してから、もう笑いながらヒルチャールの奴らを爆殺しているね。ここまで来たらサイコパス幼女じゃんかよー。一瞬でヒルチャールの奴らが消し済みになりましたな。あり召喚な光景ですね。このエリアのボスもクレイちゃんには無力。自慢の盾は速攻で爆弾で壊されて、そしてクレイちゃんの地獄の爆風で一瞬で爆裂飛散するのでした。本当に激ヤバ火力の幼女でしたね。そしてついに現れたアビスの魔術師、その手にはクレイちゃんの宝物が握られていました。あの丸いやつがクレイちゃんの宝物なのですね。そしてクレイちゃんがそれに触らないでと叫び出し、何を言ってるんだと返答するアビスの魔術師だが、その瞬間に大爆発。実は宝物はクレイ様が作った魔導核爆弾だったのです。ガチでやべえ幼女だったー。まさにこれはベセスだ。そしてクレイ様はやべえことしたと思い、颯爽と逃げていくのでした。実はクレイ様は騎士団の一員で火花騎士の称号を持っている模様。モンド最強は間違いなくこいつだ。でもやっぱり団長のジンさんに大目玉を食らって、その生涯を騎士団の反省室で過ごすのでした。本当にこれはひどいクエストでしたよね。反省室でも爆弾を作ってるらしいぞ。なんだよ俺は地獄のテロリストじゃんかよー。おっとアンバーから暇してる妹さんに頼み事があるらしいぞ。妹さんはお兄さんを探してやれよー。人生とは寄り道の連続といったもの。もちろん妹さんも寄り道しまくるぞ。どうやらアンバーが言うには、モンド周辺の村で襲撃事件が起きているらしいね。またヒルチャールの奴らですかね。とりあえず村に聞き込みに行ってみますか。村に到着した妹さんたち、そこにはちょうど襲撃を受けたばかりの第一村人がいたのでした。その村人が言うには狼に襲われたとのこと。こうして妹さんたちはモンドで狼が生息するという自然がいっぱいの秘境へと足を運ぶのでした。その秘境へ到着した妹さんたち、待っていたのは大量の水スライム。もちろんスライムだって容赦はしないぞ。アンバーを出しておとり爆弾を投げて、そして火の雨を降らせてやるんだよ。正義の雨に裁かれろ。そんな怒号が聞こえる木漏れ日の森、すべてのアルティメットをスライムにぶつけてやるんだ。もう山火事が起きそうな勢いですね。自然破壊は楽しいぜ。そんな妹さんの風スキルでスライムは分離したのです。だがスライムをいじめすぎてついに怒った。なんとイカれるスライムはキングスライムになったんだ。ちょっとこれは分が悪いかも。けどここで謎の雷と共に謎の少年が颯爽と助けに来てくれたんだ。そしてその少年は電撃をまとった体験でスライムを威嚇する。それにビビったスライムは逃げていくのでした。この少年の名前はレザー君。狼に育てられたいわゆる狼少年だね。狼少年、まさに自分の若き時のあだ名ですな。どうだイワンコフ、かっこいいだろう。学生時代にザレ事を言いまくって嘘つき野郎とついたあだ名でしたっけ。やべえバレた。レザー君は別の山から降りてきた狼が村人を襲っていると言った。でも村人には狼の区別がつかないから、村人で結成された自警団に自分の家族の狼が襲われていると嘆いていた。悲しき行き違いですね。そしてこの秘境の狼のボスが住む遺跡でも、レザー君の家族が倒れていたんだよ。そしてここで村人とばったり鉢合わせ。どうやらレザー君がかなり責められているみたいでした。こらー、お前らレザー君をいじめるなでもあまりにも村人が遺跡を荒らしたから、この秘境の狼のボスがガチ切れした。村人もろとも妹たちにも制裁を加えようとするボス。でもレザー君がかばってくれたぞ。こうして壮大な親子喧嘩が始まるのでした。レザー君は体験を扱う雷キャラ、スキルで電撃攻撃ができるっぽいね。そして電撃バリアを張るっぽい。このバリアが敵の攻撃を吸収するみたい。けどこのボス狼、ものすごく動きが速い。攻撃を避けられるのでここでアルティメットの発動だ。どうやら狼を用意して多段攻撃できる技っぽいけど、さすがは百戦錬磨のボス狼、危機を察知するやすぐに身を引くんだよ。そしてここでカットシーン。物陰から妹を襲うボス、絶体絶命と思いきや、なんとレザー君が守ってくれたんだ。こんなのレザー君はイケメンすぎますよ。そしてボスを落ち着かせることに成功したのです。
怒りが静まったボスは、これから恥をかかせた真犯人の狼に落とし前をつけさせると言って、レザーは人間なのでこの戦いに加わるなとたしなめました。そんなレザー君は悲しげな横顔を見せてこのクエストは終わったのです。これは別クエストでもっとヤバそうな狼が出てきそうですね。ベータで行けなかった雪山があったので、なんかそこで戦いそうな気はしていますな。だが妹さんだってあの狼に恥をかかされたぞ。レザー君がいなくなったのを確認してから、妹ご一行はボス狼に復讐しに行くのでした。うわぁ、妹さんの暴力性がとどまることを知らないよー。そんなことはさせないと迎え撃つボス。ボスのレベルが高くて妹さんは不利ですよね。だが妹には作戦があった。そう、ドーピングである、強化効果のある薬や食べ物を摂取するんだよ。原神の世界では錬金術があります。ここでキャラ育成アイテムやいけない薬を作れるのです。今回は氷ダメージを軽減するお薬を作った。ちなみにリサ先生に薬を作らせると生産効率が上がりますぞ。そんな要素もあったのですね。料理も回復だけじゃない。一定時間攻撃力や防御力を上げるものもある。こういうのを駆使してレベルが足りてなくても無理やり攻略するのが原神ですぞ。おまけ要素の料理がかなり重要ですね。さあ、狼しばきの時間だぜ。この狼は氷属性。だから本当はこのキャラが良いんだけど、ちょっと育った奴がいないので今回はリサ先生に頑張ってもらいましょう。炎ならアンバーがいるじゃないですか。ごめん、まだ育てきっていないんだ。この狼は体力が半分減ると真の姿を現します。体を震わせて恐ろしいほどの叫び声を上げて、そして氷元素を取り込んでものすごく強くなるんだよ。ちなみに自分のパーティーで最大攻撃力を誇るキャラが、今操作しているチョウ君だけど、チョウ君は氷属性なのでこのボスにはスキルダメージが与えられないぞ。じゃあ代わりにアンバーを入れてやれよー。イワンコフはアンバー推しなのですな。それじゃあアッくんに変えてアルティメットを発動して、リサ先生の鬼火力コンボを決めてやりますぞ。もちろんアルティメットの重ねがけだ。さあこれで狼もしびれて何もできないぞ。ありったけの電撃をぶち込んでやるんだよ。もちろん解釈は妹のお仕事。狼に電撃を食らわせて、そこからの風の拡散コンボで、ついに狼は死んだのでした。ほんと旗から見るとこいつらはひどいですね。うおおおマジかよ。あの狼、ものすごく宝物を隠しておりましたぞ。それにレジェンドの装備アイテムもドロップしたんだ。これは剣闘士の帰着ってアクセサリーだね。攻撃力が 20% 上がる強いやつだ。それは良いものを拾いましたね。味を占めてこれから毎日狼やろうぜと思ったけど、次に復活するのは80時間後でした。畜生、束の間の平安を楽しんでおくんだ。絶対にまたやりに行くからな。うわぁ、レザー君と狼のボスがかわいそうだよー。それじゃあレジェンドアイテムをウェンティの銀竜野郎に自慢するぞ。そう意気込んでウェンティがイルモンドの大聖堂に向かう妹たち。だがそこにはファデューのエージェントが現れて、ウェンティを暗殺しようと攻撃するエージェント。けど間一髪のところで妹さんが間に合った。そして逃げ出す暗殺者たち。しかしそれはおとりだった。隙を突かれて背後からヤバいくらいの氷攻撃を食らったんだ。なんとかウェンティがそれを防いでくれたけど、それによりウェンティは身動きが取れなくなってしまう。妹さんも抑えられて絶体絶命だ。そして威風堂々と現れる謎の人物。ここでまるで英雄伝説みたいなカットインが入ったぞ。まさに英雄伝説ガチャの奇跡ですね。こらー、そんな怒りも虚しく捕まるウェンティ。こいつの名前はシニョーラ。ファデューの執行官で8位のお偉いさんとのことでした。だがウェンティも奥義を発動しようとしてるぞ。一応は神様なのでウェンティの奥義はやばい。やられる前にやってやる。こらーと、ここでシニョーラの攻撃がウェンティを貫いた。ウェンティの体から神の力を抜き出すシニョーラ。どうやらこれは神の心というものみたい。そして目的は果たしたと言わないばかりに、シニョーラは部下と一緒にこの場所を去るのでした。これはすごい展開ですね。けどこれは原神インパクト。もちろん誰も死なないぞ。だがウェンティは以前の力を失った。そして妹に隣の国へ行って助けを求めてくれと言うんだよ。隣の国には岩の神様がいるので会ってこいと言うんだね。ついに物語が動き出しましたねー。そしてモンドの隣の国、リーユエに向かう妹さんたち。ここはアジアンテイストな世界でモンドの数倍広かった。まだまだ伝えきれていないことが多い原神インパクト。あともうちょっとだけベータ編は続きますぞ。次回もよろしくお願いいたします。いかがだったでしょうか。中国で開催されたオンラインゲームショーで、この秋リリースと正式発表された原神インパクト。すでに本国では事前登録が始まっているみたいです。リリースの日が待ちきれませんね。この動画が面白いと思った非常食の皆様、ぜひとも原神インパクトに高評価な応援をお願いいたします。それでは皆さん、またねー。